はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さん、お元気ですか？盛り上がりました。男子の WBC ですね。今度は女子の WBC が、5月の21日からね、香港アジア予選、それから本戦が、これは日本の広島になりますけども、9月の13日からということで始まります。当店がお世話になっております、東海ネクサスさんから2名、日本代表ですよ。日本代表に選ばれましたのでご報告です。じゃじゃーん。ただのキャプテンと、堀田投手です。すごいですね。ただのキャプテンはね、前回中止になって流れちゃいましたけども、メキシコ大会の時もね、ほら、選ばれてたんですね。見たかったです。こんな感じですね。はい。まあ、うちにもね、ご報告に来ていただいたんですけれども、その中で、ローリングスさんとワールドペガサスさんのご協力によりオーダーグラブを作っていただきましたんでご紹介したいと思います。ただのキャプテンはローリングスの日高さんのご協力を得ましてですね、こちらのようなスピードシェルのサマープリント柄ですね、こちらのようなグラブを作っていただきました。詳細はまたね、グラブの特集でやっていきたいと思います。堀田投手のワールドペガサスのグラブについてはこんな感じです。こちらはワールドペガサスさんの西島さんの全面的な協力で作ってございます。こんな感じでね、西島さんからもメールをいただいておりますね。今日は簡単にロリングスのね、ただのキャプテンのモデルはガールズフィットのタイプですね。このようにリストストラップを特殊に作ったタイプ。ワールドペガサスの堀田さんはグランドペガサストップ投手用ウェブの模様、それから平裏の刺繍など西島さんにご尽力いただきました。こちらはウィングチップでございます。いい感じということですね。ただのキャプテンの場合は2個目なんですけど、1個目はこんな感じで、もうちょっとね、シンプルなスタイルでしたけれども、今回は派手でございます。ということで今回はお二人がね、WBC の代表として、日本を代表として日本を背負って立って試合に出られるということで非常に嬉しい限りです。当店応援しております。今日は簡単ではございましたが、ご報告の動画でございました。それでは皆さん、さようなら。